どうもー、日いずる国 TV のお時間です。今回はこちらのツイートに注目してみました。長尾隆先生が香港で大ニュースになった。キャリーラム長官の日本銀行口座は発見次第凍結を実現させたと知る人は少ない。長尾先生は内閣府政務官として法銀にアメリカ金融制裁対象者との取引を禁止する政府答弁を決裁。それがこうして中国共産党に衝撃を与えた。さすが素晴らしいですよね。そんな自民党所属の長尾議員に対してこの衆院選の連立与党として挑む公明党がまるで自身の正体をさらけ出すような対応をしていた模様です。門田隆昌氏のツイートによると、大阪14区の自民党長尾隆氏への公明党のやり方が波紋。ウイグル人ジェノサイド等で対中非難決議をはじめ完全と中国批判をしてきた長尾氏だが、公明はジェノサイドの証拠はないと山口那津男代表が言い放つほどの微中。案の定、公明党は大阪の自民候補者で長尾氏だけ推薦せず、中国共産党の手口が恐ろしいと警鐘を鳴らしていました。そもそも長尾議員といえば、元は民主党議員だったことが信じられないほど現実的かつ日本の国益を考えたはっきりと芯の通った主張を持ち、安全保障やエネルギー問題に取り組んできた経歴があります。中国共産党への脅威を訴え、それに対抗する手段を講じてきた人物ですが、一貫して沖縄の基地問題に対し問題提起を行ってきた議員の代表とも言える存在でもあり、沖縄の基地建設反対を唱える市民団体を反社会的行動、現地住民の声とはかけ離れたものと主張したことで知られています。この件で当時の自民党執行部から厳重注意を受けたものの、その主張が正しかったことは、後に自民党参議院議員の和田政宗議員が国会で警察庁から引き出した答弁で、沖縄の基地反対に関し、逮捕者44名中11名が県外者、3名が韓国籍だった、という事実からも明らかになっています。この長尾議員や和田議員の働き、そして活動家による警察官への暴言や暴力の数々が動画で拡散されたほか、活動家をまとめる新スゴが自ら暴露した基地建設抗議活動の手法と、活動家には日当が出ているなどの問題により、日本国内の沖縄基地建設に対する印象は大きく変わったと言えます。そしてもう一点、沖縄基地問題に中間の影が伸びていることが明るみになった点は、この問題に長年取り組んできた長尾議員の功績と言えるでしょう。沖縄基地建設に反対する活動家の掲げるプラカードにハングルや日本では使用しない漢字が多いことは、熱心に沖縄問題をウォッチしてきた視聴者やネットユーザーにとっては自明なことだったのですが、テレビや新聞などの既存のマスコミはこれをひた隠しにしていた感が強く、抗議の様子を映像で流す際には不自然なほどこれらを映さないよう画角に気を配っていました。長尾議員らの地道な活動と YouTube 等の動画投稿サイトが発達してきたことが幸いし、今日では中間入り乱れる活動家の実態と、あまりにひどい暴言暴力の数々、そして前述の抗議活動の手法を首謀者が活動家にレクチャーする様子も、それら動画サイトに投稿されたことで一般に広まったといえます。そんな長尾議員が近々で行った中国政府によるウイグル人ジェノサイドに対する非難決議ですが、今回も国内の親中派をあぶり出すのに一役買ったようです。自民党と連立を組む公明党ですが、あくまで与党側で、自身の支持母体である宗教法人のために動いていることは疑いのないことであり、中国共産党の100周年記念に祝意のメッセージを出したほか、2012年の安倍内閣で
公明党の太田昭宏氏が国土交通大臣に就任した際は、中国側から、親中の公明党が国交大臣になったので、尖閣問題も安心。などと声が上がったと言います。ことほどさように、国内の親中勢力とも言える公明党が、長尾議員の尽力による対中非難決議に対応し、大阪の自民党候補の中で長尾議員のみ選挙協力しないという決定を下したことは、公明党の姿勢、誰の方向を向いて政治活動を行っているのかが、誰の目にも明らかになったと言えるでしょう。上記の沖縄基地問題、そして今回のウイグル人に対する中国政府のジェノサイドという問題に真っ向から立ち向かい、その裏でうごめく中国共産党の行動を白日の下に晒してくれた長尾議員ですが、沖縄問題では基地反対派を正義であると報じているマスコミや、今回の件では公明党や支持母体の創価学会といった国内の権力者からの批判を恐れず活動していることは称賛すべきことではないでしょうか。今後も長尾議員のような主張に芯のある議員が増えることを願いながら、今回の衆議院議員選挙を見守りたいと思います。では、今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。まさに中国共産党、公明党の備中、売国政党が確定した。こんな政党と連立を組んでると、憲法改正、国防強化、対中国際連携などできるはずもない。長尾氏にはぜひ頑張っていただきたいですね。そして公明党の票がなくても勝てることを証明していただきたいです。公明党はとにかく凄まじい選挙運動をしますが、将来公明党が左派に鞍替えした場合、左派は政権を取るかもしれません。左派が政権を取ったら、それこそ中国共産党のやりたい放題ではないでしょうか。自民党は公明党なしで、自民党だけで選挙に勝つ政党にならないと大変なことになるのではないでしょうか。公明党はそう言われても仕方がないことをしていますね。長尾さんには頑張ってほしいです。公明票なしで勝つのが保守政治家本来のあるべき姿。長尾氏はこれで勝ち上がれば、保守政治家としての価値と説得力は格段に上がるはずです。何としても頑張ってほしい。正義、国益を最優先とするものが排除される国は滅びます。投票権のある方々、とにかく投票に行くことです。以上、肝心なところで自己紹介するって公明党もやはり資質が似てるんですかね。